こんにちは、えー、ご紹介いただきました長野市立若穂中学校の武田正人と申します、えー、過分な評価をいただき恐縮しております、えー、時間の関係もあり十分に評価していただいた点、えー、お伝えできない面も多々あるかと思いますが、えー、これより昨年度本校で行いました研究の発表をさせていただきたいと思いますよろしくお願いします 本校では学ぶ意欲を高め確かな力を身につける授業づくりをテーマとして生徒が自ら学んでいこうとすることができる学校を目指してきました。 はい、すいません申し訳ありません、えー、共同的な学びとと ICT の活用をを柱としててて業研究を行ってきております長野市教育の情報化研究校に指定され平成25年度にはタブレットを使用し生徒同士が情報を発信し考えたことなどの共有を図れるよう事業実践をしました。 えー、この事業実践ではこちらの意図していなかった活発な議論や互いの考えを聞き合う姿がタブレット端末をを使用ししてままとめる活動を行う際にたたくさん見られましたこのことから平成26年度以降に取り組もうとしている共同的な学びを事業形態として位置づけていく上でタブレット端末を活用することは有効な手立てになるのではないかと考えパナソニック教育財団より研究助成を得て研究を進めることといたしました。 本校の研究の柱となる共同的な学びの定義ですがとという言言葉葉つっててもなが使われております平成26年度は後にも述べる通り全職員が研究実践を行い本校の実態に合った共同的な学びのスタイルを考えていくこととし初めは次の2点だけを共通理解するものとしました。 生徒が互いに学び合いをしやすい机の配置4人1組のグループで授業を行うということ授業での話し合いのルールを全校で統一して授業を行っていくということです研究の実践は全職員が行うものとし表のように1人1公開を行い研究会を行いました。 研究会はどこにどのような生徒の学びの姿があったのかを共有することを目的として行いましたタブレット端末を利用した研究は学力の定着の観点から国語社会数学理科英語の5教科で1時間の教科研究として公開するものとしました各教科1時間としたのはタブレット端末の台数の制限があったためですまた、 タブレット端末の活用な研究が5教科それぞれの研究だけのものとならないよう研究共有のために数学では全校研究授業を行いました、えー、5教科におけるタブレットを活用した公開授業の研究の経過です、えー、全校研究の数学についてはタブレットの使い方やソフトについて教材研究を行いましたまた タブレットの活用にあたっては学校職員だけではなく長野市のメディアコーディネーターにも一台一台の設定から始まり授業のサポートまで多くの点でご協力をいただいております全校研究を行った数学では一年生の資料の活用の単元で4人で2台のタブレット端末を使い 階級の幅を変えたヒストグラムを作成し比較する活動を通して資料について考えたことを説明するという授業を行いました数学を苦手と感じ積極的に取り組むことができない生徒が多い学級での研究授業でした 自分たちで計測した紙飛行機のデータについてどう捉えることができるのかヒストグラムの階級の幅を変えながら自分の考えを仲間に話し確認したりなぜそう考えるのか聞いたりする姿が多くのグループで見ることができたと研究会で意見が出されました。また日頃はなかななかか自分の意見を持てない生徒も タブレットを巧みに操作したり友達の考えを揺さぶるような意見を出したりするなど多くの生徒の活躍する姿が見られました学習カードやノートを見ると普段は自分の考えを書かずに友達の発表を聞き板書を移すだけの生徒も自分の考えを持ち自分の言葉で考えを書くことができていたことから自分の問題として積極的に追求することができていたということがわかりました 成果目標として考えたのはここに挙げた4点です1つ目学力が定着しづらい生徒の授業の学ぶ姿勢については全ての授業で高まりが見られ成果があったというように考えています。参加した先生からなかなか普段積極的に学ぶ姿が見られない生徒が身を乗り出して学習する姿に驚いたという声がたくさん聞かれました。 この理由として「早く使いたい」という気持ちが取り組みの速さにつながり追求の時間が十分に確保され普段なかなか考えがまとまらない生徒にとって有効であったという意見が出されましたまた追求や内容理解の場面なので「これ何?」と指を指して仲間に聞け言語化して理解するのに時間がかかる生徒にとっても説明がしやすいので。 疑問や問題解決の糸口が共有しやすく学習に対する意欲が高まったのではないかと考えられるということが意見として出されました、えー、学級や学年の生徒同士の関係の深まりについて、えー、この写真は成果が上がったということを感じられる象徴的な写真だと考えています、えー、2年生の社会科の追求場面です男女関係なく 頭を寄せ合って近世の人々の暮らしの絵図について気がついたことを確認しています共同的な学びの実践を始めてすぐにはなかなか意見を出したりわからないことを聞いたりできない姿がたくさんありましたしかしタブレット端末を使用した学習ではいつの間にか学習にのめり込み多くの生徒が頭を寄せ合って考えていく授業が見られましたこのような授業を通じて誰とでも学び合おう とする姿がたくさん増えてきたように考えています基礎学力の定着については明確な成果が見られませんでした確かな力をつけることが全校研究テーマでありますのでこれが達成できなかったことは大きな課題であると捉えていますタブレットを活用した授業の単元について各教科 定期テストで技能や知識の定着について問題を出しました生徒の取り組みの姿が良かったので80%以上の正答率を期待していたのですが各教科他の問題や過去の傾向から有意な差が見られる結果は得られませんでした正答率は50%前後であるものが多かったと思いますこここのととから関心を持って取り組むこと と力がこう定着していくということは同じではないということが再確認させられました。わかる生徒の増加については一学期と二学期に実施している授業評価アンケートや毎年十二月に行う学校評価アンケートで授業について先生の先生は勉強がわかるように教えてくれるなどという質問をですべてこう良いという ふうに感じる生徒が増加していました事業改善の成果が現れてきている結果かなというふうに考えられますがいずれもこのタブレットを使用した事業に限定したアンケートではなかったため評価方法の見直しが必要であるというふうに考えています以上のことから共同的な学びを学習形態として生徒に位置づけていく上で 効果的なタブレット端末の活用の方法は多くの教科の実践から課題追求の場面で生徒が複数名で1台のタブレットを使用して個人課題を持ち課題を仲間と共有する事業をデザインすると学び合いが生まれるつまり共同的な学びに有効であるということが分かりました。 課題として、成果でも述べたとおり、学力の定着を図るための取り組みが必要であると考えています。また、このためにも学校全体で十数台のタブレット端末では不十分であると考えておりますので、この点も改善していきたいと考えております。今後の展開としては、生徒の課題追求の進路に応じて、 自分で学習できるような教材開発をしていくそういう必要があるのだろうというふうに考えております本年度は英語科の実践で特意がありましたのでこれを見習ってベースにしていきたいと考えております以上のことを踏まえながら今年度も共同的な学びと ICT の活用柱として研究を進めているところでございます以上で若穂中学校の発表を終わりたいと思いますご清聴どうもありがとうございました